よ。新庄くんだよ。いよいよ明日は、ご当地キャラストリートファイター5グランプリの決勝戦だよ。前回の大会で勝ち残った4名のご当地キャラちゃんが、スト5で対戦して、優勝したキャラちゃんは、プロゲーマーの海原さんと対戦できるよ。今回は新庄くんがベスト4の組み合わせについて解説していくね。1試合目は大崎ニセバン太郎ちゃん対犬なきんちゃん。まず、大崎ニセバン太郎ちゃんなんだけど、前回の大会ではギルをすごく動かせてたよ。R さんとかガチくんとか倉持さんやコメント欄を驚かせたニセバン太郎ちゃん。ニセバン太郎ちゃんはネモさんからコーチングされてるし、明日の大会までかなり仕上げてきてるかも。新庄くんも誰かにコーチしてもらいたい。前回の大会では試合が始まったら、開幕バックステップから球打っててなんかめっちゃ笑ったよ。ギルは球を打つのが強いんだけど、球をいっぱい打ちたいから、距離を取って放題モードに徹する動きが強いよ。けど、みんな練習期間もそんなにないのに、ギルを明らかに、わかってる、動きをするニセバン太郎ちゃんと当たりたくない。怖い。次に犬なきんちゃん。インタビューでまさかのスト2世代だってことが判明したよ。多分長年格ゲーに精通してるベテランの匂いがする。前回の大会ではベガをかなり動かせてたし、コンボとか置き攻めとかもちゃんとできてたから。練習をいっぱいしたらめちゃくちゃ強くなりそうだよ。伸びしろがありまくりだよ。あと、なんかアケコン膝置きしてるし、ガチ勢に違いない。怖い。新庄くん的には、もし大会で当たるなら犬なきんちゃんのベガと当たりたいかな。なんでかっていうと、ギルは割と最近追加されたキャラだから対戦経験がそんなにないし、使い手も少ないからレアキャラで対策されにくいキャラだよ。ベガはスト5の最初からいるからなんとなく対策とかわかってるよ。だから対戦するなら、ニセバン太郎ちゃんのギルより犬なきんちゃんのベガの方が嬉しいよ。次に2試合目は新庄くんとカパルちゃん。カパルちゃんはインタビューですごくガチ勢気質があるってことが判明したよ。カパルちゃんは格ゲー経験があんまりないみたいだけど、カパルちゃんはすごくて、格ゲー始めたてのプレイヤーちゃんは最初トレモとか CPU 戦で技の練習とかすると思うんだけど、いきなりオンライン対戦始めてたみたいだよ。すごい。そんなガチ勢気質のあるカパルちゃんが使うバーディーなんだけど、リュウにとってバーディーはキャラクター相性がすごい悪いんだよね。ね。新庄くんは過去にバーディーの動画を出してるんだけど、思い出したらなんかグツグツしてきたよ。でも、新庄くんはトラボちゃんにバーディー対策を教えてもらったことがあるから、それを活かしてなんとなく頑張るね。ね。絶対勝って梅原さんと対戦するよ。というわけで、9月26日18時から、ご当地キャラストリートファイター5グランプリトーナメントの決勝が始まるよ。Twitch のアウターチャンネルで配信するよ。みんな見てね。ね。あとみんなが使ってるレノボゲーミング PC。めっちゃおすすめだよ。詳しくは概要欄を見てね。ね。それじゃあ新庄くんでした。